とうございます。これから皆様には長崎の伝統芸能蛇踊りをご覧いただきます。蛇踊りというのはもともとは数千年前に中国で雨乞いの儀式として行われておりました。それが後にお祝いやお祭りの時に踊られるようになったんです。もともとは東神屋敷という長崎の、関内町というところにですね、東神屋敷という中国の方が貿易のために長崎にやってきたという方が実際に住んでいた場所があるんです。その東神屋敷内の中で行われていたんですが、それをお隣の町の元加護町の皆さんが長崎くんちの奉納踊りにしようということで、中国の方から教えてもらったのが長崎の蛇踊りの始まりと言われています。これから蛇踊りを披露してくださいますのは、従前寺蛇踊り会革命学園長崎女子高校蛇踊り部の皆さんです。従前寺というのは関内町のあたりを従前寺号と、今もですねこの親しみを込めてこの名前で呼ばれているんですが、それにちなんだものになります。従前寺というのは蛇踊り発祥の地という意味でもあります。この従前寺蛇踊り会は平成5年の11月に従前寺地区に残る4つのお堂の保存、そして地域の町おこしを目的として結成されました。現在も観光 PR のためですとか慰問のために県内外いろいろなところで蛇踊りを披露してくれています。そしてもう一つ、革命学園長崎女子高校蛇踊り部の皆さんです。そうなんです、部ということですから部活として蛇踊り部があるんですよ。メンバーはですね、11代目、12代目、13代目となります。総勢75名の皆さんなんですが、女子高校ですから蛇踊りを史上初めて女性のみで行うという唯一の団体になります。この革命学園女子高校、長崎女子高校の蛇は、皆さん普通の蛇踊りの蛇は何色かご存知ですか？そう、青色、緑色ですよね。この女子高校の蛇は赤色なんです。そして衣装もピンク色という、ちょっと女の子のテイストを入れた蛇になりますが、その舞はとても勇壮でパワフルです。今日は青い蛇と赤い蛇の融合、赤い蛇と青い蛇2つとも見られますので、皆様今日はスペシャルですよ。もともとですね、蛇踊りは雨乞いの儀式と言いましたが、蛇踊りの時には一番先頭に黄色い玉があるのを皆さんご存知ですか？これは月を表しておりまして、蛇踊りの蛇が月を飲み込むことで真っ暗の闇夜にして雨を降らせようというのを表しています。さあ、蛇踊り皆さん早く見たいなというワクワク感が伝わってきますが、ぜひ皆様もご一緒に思う存分蛇踊りを楽しんでいただくために、長崎のアンコールの意味であります言葉を覚えていただきたいと思います。持ってこーいという言葉なんですが、ご存知ですか？ああもう有名ですよね。私もですね、まだまだ未熟者ですので、